こんにちは。脳科学で心と体のパス改善サポートをしております。快眠コンサルタント、小川沙織です。今日は最近うまく眠れないお悩みをお持ちのあなたに向けて、睡眠の専門家が教える眠床に効果的な快眠のツボについてご紹介しますね。この動画では十分な質の高い睡眠が取れなくなってしまった方向けに、睡眠の専門家が教える眠床に効果的な快眠のツボと、そのセルフケアをご紹介します。最後までご視聴くださいね。まず、中国医学では、気、血、水の流れを調整することで健康を維持すると考えられていて、ツボは体のエネルギーポイントであり、適切に刺激されることで体のバランスを整えるとされています。そして中国医学では、睡眠障害は体内のエネルギーの不均衡やストレスから来るものと考えられていて、特定のツボを刺激することで睡眠を促進し、ストレスを軽減したり、睡眠の質や量、不眠症の症状を改善するとされています。では次に、快眠のツボについて刺激方法とポイントを5つお話ししますね。刺激方法は、さする、撫でる、叩く、押すなどいくつものアプローチがあります。今日は道具を使わない快眠のツボの押し方をレクチャーしていきますね。まず快眠のツボを押す前に準備をしましょう。1つ目、不眠緩和のためのツボ押しは、寝る直前よりも寝る30分から1時間前に行うのが理想的です。次に照明を落として快適な室内の温度の中でツボ押しをしましょう。ツボ押し前の過度の飲酒やテレビを見ながらのツボ押しは NG です。そして快眠するためには脳をリラックスさせる必要があるので、ツボの正確な場所を探しに頑張りすぎないことも大切です。ツボの位置には個人差があるので、呼吸のリズムに合わせて軽く押して心地よいポイントなら OK です。息を吐くときに筋肉が緩み、ツボの位置も捉えやすいので、ゆっくりと息を吐きながら1,2,3,4 を押して、吸いながら1,2,3,4を戻す。強く押しすぎると脳がかえって覚醒してしまうので、ちょっと気持ちいい程度の優しい押し方を心がけてみましょう。これを1つのツボに対して約10回繰り返します。次に具体的な快眠のツボをご紹介します。快眠のツボはいくつもありますが、その中でも場所が分かりやすいものを4つ厳選して紹介しますね。まず1つ目が眼中、乳首の高さにあって、乳首と乳首の間、胸骨の中央付近に位置するツボです。刺激することで呼吸を整え、ストレスや不安を和らげるとされています。ここはストレスや不安が強い方がいきなり押すと激痛が走ったりするので、手のひらを重ねてゆっくりとね、くるくるくるっとさするのがおすすめです。2つ目のツボが神門、手首の内側ですね。この手首のシワが入っているところと、こう小指のラインのクロスする交わるポイントにある手のツボです。緊張を和らげて心を落ち着かせるとされています。親指で息を吐きながら1,2,3,4,5で押して、ゆっくり吸いながら1,2,3,4,5で戻す。これを10回程度繰り返します。次に3つ目、老朽というツボですね。これは手のひらの中央にあるツボで、手を軽く握った時、中指の先端の部分にあるツボですね。へこんでいるので分かりやすいと思います。精神安定に働きかける作用のあるツボで、これも親指で息を吐きながら1,2,3,4,5
で少しずつ圧をかけていって息を吸いながら1、3、4を出戻す。で吐きながら1、2、3、4をしてゆっくり吸いながら1、3、4、5で戻す。これを10回ほど繰り返します。最後4つ目が失眠ですね。かかとの中央にある不眠緩和の代表的なツボです。かかと全体をグーでねガンガン叩いてもいいですし、かかとを湯たんぽに乗せてこう軽くね温めるだけでもツボ刺激になります。睡眠は人間の心と体の土台、本当に大切なライフスキルです。睡眠不足は心身の健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため早め早めに対処することが非常に重要です。十分な睡眠が長期間取れていない状態が続いている場合や日常生活に支障をきたしている場合は睡眠の専門家に相談することをお勧めします。適切なアドバイスやポジティブな変化をもたらしてくれるでしょう。そして快眠のツボを刺激することで不眠症対策もできますが、根本的な改善方法としては薬や道具に頼らない内側からの体質改善があります。今日ご紹介した快眠のツボ押しを2週間試しても変化を感じにくい場合、あなたが眠れない原因はそこではありません。概要欄の公式 LINE からあなたの睡眠にとって有益な情報をお伝えしていますので、よかったら登録してくださいね。今日の内容をまとめていきます。睡眠は私たちの健康や日常生活において極めて重要な役割を果たしています。良質な睡眠は体と心の両方に多大な影響を与えています。十分な睡眠を確保することで免疫機能の強化や代謝の正常化、ストレスホルモンのバランスを整え、心の安定、うつ症状の緩和が期待でき、日常生活においては集中力や記憶力を高め、日常の業務や学習にプラスの影響をもたらします。この他にも創造性を刺激し、問題解決能力を高めることが知られています。今日ご紹介した快眠のツボ。ツボは体のエネルギーポイントであり、適切に刺激することで体のバランスを整えるとされています。胸の真ん中にある眼中、手首の内側にある心門、手のひらの真ん中にある腰臼、かかとの真ん中にある失眠、これらの快眠のツボを刺激することであなたの睡眠の悩みが軽減する可能性があります。効果やツボの位置は個人によって違いますので、改善が見られない場合は専門家に相談することも大切です。いかがでしたでしょうか。こちらの動画では睡眠で悩んでいる方が眠れないことで忘れてしまったささやかな幸せを取り戻し、後悔しない充実した毎日を送っていただくための情報発信を行っています。ご質問や疑問に思うことがあればコメント欄にお願いします。またためになったと思う方はグッドボタンを押していただけると励みになります。